さんこんにちは、日本コカ・コーラマーケティング本部で、アクエリアスを担当しています田口です。よろしくお願いいたします。アクエリアスというブランドは、今から35年前に、誕生したブランドで、飲料のブランドとしては多分歴史のある方だと思います。なので35年っていうと皆さん生まれる前の方もいらっしゃるかもしれないですし、皆さんが小さい頃から馴染みのあるブランドなのかなと思っております。で、ちなみにアクエリアス今まで一度も飲んだことないっていう方いらっしゃいますか？この人生で口にしたことないですっていう方はいらっしゃらないですね。そうですね、大体この生まれて飲んだことありますっていう方がほぼ、7割8割ぐらいいるブランドで、皆さん小さい時から飲んでましたっていう方が多いというのは視聴者の声でよく聞きます。運動するときやっぱりアクエリアス飲みたいなっていうふうに皆さんが、思ってくれるような、こうワクワクするような企画を、皆さんにお願いしたいと思っています。で、ブランドの歴史とか製品についてっていうのは、皆さんご存知の部分もあると思いますし、いろいろな我々のアクエリアスのホームページとかいろんな検索すれば出てくると思うので、細かいその製品の概要とか歴史については今回はお話しせずに、なぜこのテーマを皆さんに今回お願いしたかっていうその背景と、私たちの思い、あと、意図っていうのを、これから20分ぐらいかけてお話したいと思ってます。で、アクエリアススポーツドリンクと言われるので、運動するときに飲むものって当然皆さん持ってると思いますし、運動するときに飲みたいって当たり前じゃないっていうふうに思う方が多いんじゃないかなと思うんですけども、私ももともとお茶のブランドとか担当が長く、アクエリアス2年前に担当したんですけども、実は、運動するときにアクエリアスって飲まれていないのっていう、そういう割と衝撃的な事実がありました。なのでちょっとその背景をご説明したいと思います。体を動かすとか運動する、人の、習慣とか頻度っていうのはいろんなところで情報があるんですけども、今一般的に例えば2、3ヶ月に1回運動する人っていうのは実に、約7割の人が、運動すると言ってます。これはまあ16歳以上の成人なんですけども、で3ヶ月に1回はだいたい体を動かしてますよって人は7割近くいます。で、その人たちにじゃあ普段スポーツドリンク飲んでますかっていうと、普通だと飲むかなと思ってるんだんですけども、実際のところ 30% にも満たないっていうのが現状です。じゃあ運動するのに他何飲むんですかっていうと、皆さんなんとなく自分のこう感覚でも分かるかなと思うんですけども、やっぱりお茶とか、甘くないお茶とか、あと水も普通の水もありますし、最近ではフレーバーウォーター、ちょっと味がついてる水もありますし、運動するときは必ずしもスポーツドリンクではなくて、甘くない水だったり、お茶っていうものが実は今飲まれているのが、現状です。じゃあ今どういうことが起きているかと言いますと、やっぱりその市場でもいろんな商品、水も各社さんいろんな水出してますし、もちろんそのフレーバーウォーターっていうのも今たくさん出てます。それからお茶についても緑茶だけじゃなく、ブレンド茶もありますし、ウーロン茶だったり、あるいは最近だったらもう特保の飲料とか、いろんなその水分補給という役割を果たす飲料っていうのが過去に比べて増えてきてます。あとは一方でそのネットとかニュースとかでも
糖分を含む飲料に対する、まあ、ネガティブな、まあ、ニュースだったり、まあ、そういう情報も今たくさんありますので、やっぱり消費者の方は糖分だったりあるいはカロリーっていうものを運動時に取りたくないなっていう方もいらっしゃいます。でそういう、まあ、ネガティブなところがあると、本来のアクエリアスのあるいはスポーツドリンクのいいところ、本来であれば水分補給に、いい、水よりも効率的に水分補給ができるというメリットの部分がやっぱりこう薄れてきて、じゃあスポーツドリンクって本当に何がいいんだろうっていう、その製品に対する理解っていうのがやっぱりだんだん薄れてきて、スポーツドリンクの価値だったり存在っていうのが、消費者の皆さんの心の中からこう薄まってきているっていうのが現状です。で結果ですね、これスポーツドリンク市場、我々 の製品だけじゃなく、いわゆるスポーツドリンクというふうに謳っている、マーケットの、企業が、市場に出している出荷ベースの、セールスのトレンドですが、このもう10年以上ですね、いろいろな、例えば他の大きいサイズ2リッターペットが出たりとか、一時期機能性の、まあ、アミノ酸ブームだったりとか、あるいはもういわゆる直近では非常に猛暑が続くとか、いろんなポジティブな要素はあったものの、ずっとこの10年15年ぐらいっていうのはスポーツドリンクっていうマーケットは縮小しているっていうのが、現状です。でここに関しては、本来であればスポーツドリンクのマーケットのリーダーであるべきアクエリアスに関しても、ここをなかなか食い止められてないっていうのが、現状になっています。じゃあアクエリアスって消費者の皆さんからどう思われているのかって、我々もよくコンシューマー、フォーカスグループインタビューといっていろんな声聞くんですけども、実際に割と飲んでますっていう方と、あんまり飲んでませんっていう方のこうアクエリアスに対する印象っていうのがだいぶ違ってきてます。アクエリアスを割と頻度高く飲んでいる方っていうのは、やっぱりこのアクエリアスの汗かいた時、体が乾いた時にこう飲むと、水よりもこう体に染み渡る感じ、これがいいよねと思ってくれてます。あるいは水だけじゃなく、なんかこう体にいいもの、なんか細かいアミノ酸、クエン酸、あまり細かいのは知らないけど、なんかこう体にいいものが入ってる感じで、なんか飲むとちょっともう一回頑張ろうかなっていうふうに思えるのもいいと思われています。あとお母様の世代からお子さんに向けては、やっぱりその部活だったりすごく体、消耗する体に、何かこの糖分も含めていいものが入っているという意味で、なんか飲ませてあげたいっていうののところがアクエリアスの良いところとして評価されています。一方であまり飲んでない方に聞くと、アクエリアス、昔の部活の時に飲んだけど、最近そんなに運動してないし、そんなに飲む機会もないし、飲むとしたらすごい暑い時の熱中症対策かなとか、二日酔い、風邪の時かなっていう、印象である方、あるいはもうアクエリアスって本当も昔の部活のイメージで、なんか辛い時の部活を思い出します、私運動するけどあのイメージじゃないのよね、私はやっぱり今の運動レベルだったら水でもいいしお茶でも十分ですっていう方、あとはもうせっかく運動してるのになんでカロリー取んなきゃいけないの、そんなの嫌です、せっかく取るなら走った後にやっぱりビール飲みたいし、やっぱりコカ・コーラ飲みたいよね、なんか飲む意味ある、こういう声が非常に多いです。で我々の、いろんな議論をしている中で、やっぱり我々の機会として、あるいはチャレンジの部分っていうのは、今この星でつけた普段、運動はしています、日常的に運動もしてるんだけど、なんか私のレベルには合わないアクエリアスは、なので普段水とかお茶飲んでますっていう人たちに、どうやってこのアクエリアスの良さとか、アクエリアス飲むことの楽しさとか、飲むことのなんかポジティブなところっていうのを伝えられるかっていうのを、今我々はチャレンジとしています。でその私のレベルの運動に合わないっていう声はよく聞くんですけども、
それってまあどういうことかと言いますと、皆さんも多分なんとなくこう肌感覚でもお分かりかなと思うんですけど、体を動かすっていうことが、まあ、昔は本当にスポーツ、まあ、昔で言うと部活、今でも部活やってるあのお子さんもたくさんいらっしゃいますけども、なんかみんなでこう競技をしてこう競争してやるチーム競技、例えば野球、サッカーとかそういういわゆるコンペティティブなこう競技っていうスポーツをするっていうことが昔で言うと運動するだったんです、あるいは体を動かすということだったんですけども、最近はその若い人だけじゃなくその、まあ、シニアの方も含めて体を動かすっていうのはあくまでもそのスポーツとかこう競技する人とこう競うということではなく、健康でいるための手段であるということで、その運動する体を動かすっていうことの概念がすごく広がってきていて、あとその運動するそのモチベーション動機っていうのがあのすごく多様化してきてます。なのであのおそらく、まあ、スポーツドリンクあるいはアクエリアスっていうのは昔のこの薄いブルーであるそのスポーツをする時の飲み物っていうところになんとなくもしかしたらとどまっているかもしれない。でもじゃあその今この濃い青でくぐっている他の今皆さんがやれているこうジョギングだったりランニングだったりあるいはゴルフ、まあ、そのいろんなあのみんなで楽しむための運動っていうのが人が増えているというのであれば、そういう人たちにも寄り添えるブランドになるべきではないかっていうふうに思っています。なのでその私のレベル、僕のレベルにはあのアクエリアス合わないんですっていう人たちのこの青いところにいる人たちにいかにアクエリアスが寄り添えるかっていうことを、まあ、機会としてあるいはチャレンジとして今考えています。一方ですね、あの2020年には東京オリンピックがあの来ます。でこれあのスポーツ庁 の, あの目標というかあるんですけども、今もまあ人口スポーツ人口っていうの増えてますが、オリンピックに向けて多分今後あの運動する人は増えるだろうというふうに、予測されてます。我々もこの機会をぜひあの取っていきたいというふうに思っています。であのこちらちょっとあのお手元の資料には入れてないんですけども、あの、まあ、弊社でもいろいろ調査するときに我々の、まあ、一つの競合 の, あの他社さんのポカリスエットとのアクエリアスのイメージの差ってどんな感じですかっていうことをあの消費者の方に聞くと、ポカリスエットはやっぱり、まあ、製薬会社さんということもありますので、やっぱりこう、まあ、メディカルな薬のイメージ、それからそこから、派生する信頼感であったり、あとはそのそこからさらに何か体を回復してくれるっていう、こう少しお守り的なイメージを持っているのがポカリスエット。一方で、アクエリアスっていうのはやっぱりスポーツで、そこからあの由来する、まあ、アクティブなイメージだったり、なんか飲むと前向きな気持ちにしてくれるっていう、だいぶそのイメージの差っていうのはあの実際に消費者の方にもあの多く見られています。なので、まあ、その今その運動することっていうことの概念がよりその多様化しているチャンス、あるいは今後、まあ、スポーツ人口が増えていくだろうっていうチャンス、そしてこのアクエリアスの強みっていうのをうまくなんか活かせて、こう今の、運動をしている人たちに飲んでもらうような機会が作れるんじゃないかなっていうふうに、思っています。ちょっと今あの背景のまとめをもう一度申し上げます。現状としてはスポーツしている人が7割近くいますけども、実際にスポーツドリンクっていうのは3割ぐらいしか飲んでおりません。まあ、そこには他の選択肢だったりスポーツドリンクに対する存在感あるいはネガティブなイメージが増えていて、結果として市場っていうのが今シュリンクしている状況です。でそのまあとは言いつつ、まあ運動している人は増えてますし、普段の生活にいわゆるそのスポーツやりましょうじゃなく普段の生活に体を動かすことを取り入れている人が増えている中で、いかにそういう人たちを、アクエリアスを飲んでもらう機会っていうのを作るかっていうのが、チャレンジですし、スポーツ人口増えるだろうスポーツ人口、あるいは、アクエリアスのスポーツイメージ、こちらをうまく使って、その機会っていうのを捉えたいというふうに、思っております。で最後にですね、これ、まあ、ブランド、これちょっとあえて英語というか英語しかないんでそのままに持ってきたんですけども、
それぞれあの弊社のブランドではそのブランドが存在する意義というのを作ってます。でアクエリアスっていうのはみんながスポーツをすることを楽しむ、そしてその元気なアクティブな生活を送れるようにサポートしていくブランドっていうふうに今掲げています。なのでこのエンジョイスポーツ、あのスポーツ昔皆さんの中ではスポーツってやっぱり昔のイメージでちょっときついとか部活のなんか大変だったなとか、その時のアクエリアスってなんか嫌だったなってこうちょっとあんまりポジティブじゃないイメージの方もあるんですけども、今でもやっぱり運動しようとしてる人って健康であるために、あるいは楽しく運動することで、みんなとつながっていたいとか、こうポジティブな理由で運動されている方が非常に増えているので、アクエリアスもそのエンジョイスポーツ、スポーツを楽しむ人っていうのを、サポートしていくブランドになっていきたいっていうのが、我々の思いです。なので、今回その運動するときにはやっぱりアクエリアス飲みたいねっていうところには、そのアクエリアスを飲んで、またこのまま楽しくスポーツを、楽しみたいっていう人を、サポートするような企画を、考えていただけたらなっていうふうに、思っています。運動時にやっぱアクエリアス飲みたいって思わせてくれるっていうのは、多分ずっと思ってたことっていうか、そういうふうにイメージをつけていきたいのかなと思ってて、それなんか今までこうそういうふうに思わせるためにどういった施策をどういう、何ですかね、目的狙いでやったのかっていうのは何かあれば教えていただけると。あ、そうですね、私もアクエリアス担当して、まあ、2年ぐらいなんですけども、実はアクエリアスもまあ、スポーツの実はスポーツの時に、以外で飲まれているシーンが実は多かったりして、まあ、それはポカリスエットもそうですけど、アクエリアス自体もそれ以外のシーン、いわゆる日常の生活で飲まれている時が多かったので、実は例えばもう少しじゃあ日常の皆さんが会社に行く時、あるいは家事をしている時、そういうところでも飲んでもらうようななんかコミュニケーションをしようかってやった時もありますし、あ、でもやっぱりスポーツドリンク、アクエリアススポーツドリンク、スポーツだよねっていうふうに変えた時もあるので、ちょっといろんなアプローチを実はしてきたっていうのはあるんですけども、この今年に関してはやっぱりそのスポーツする時に楽しいよねって思わせるというよりは、水よりもアクエリアスっていいんだよっていう、どちらかというと機能の話をしてきました。皆さん多分知らないとすごい寂しいんですけど、今年は実は白井健三さんを、使って、水よりアクエリっていう、テレビ CM を始めました。で、白井健三さんってやっぱり視聴者の方にも非常にポジティブな印象があって、まあ、スポーツをしている楽しくしているっていうシーンもそうですし、そのスポーツのイメージの象徴であるアスリートを使って、水よりも、アクエリアスは水分補給に優れてるんです、動く体にいいんですっていうことを割とその、機能部分で伝えてきています、今年に関しては。なので、ちょっとその楽しさってところまではまだまだできてない部分はあると思うんですけども、ポジティブな、トンマナで、水よりも、優れている水分補給飲料っていうのを、今年はトライをしてきています。で今ちょっとホームページに見させていただいたら、アクエリアス、スタンダードなアクエリアス以外にもゼロだったりクエン酸スパークリングとかいろんな商品があると思うんですけど、今回はあくまでもスタンダードなものという感じなのか、もうアクエリアスブランド全体という感じなのか、その辺はどうなんでしょうか。もう今回は特に例えば誰向けにとか何でっていう風にあえて狭めてないので、そちらは全然自由に考えていただいていいかなと思います。ただアクエリアスってやっぱり皆さんアクエリアスっていうとこの青いパッケージの、このアクエリアスを、まあ、想起されてる方も多いですし、実際に飲まれている量もこの青いアクエリアスっていうのが多いので、メインという製品に関してはこの青いアクエリアスでいいかなと思ってます。ただいろんな商品もありますので、例えばそういうものも一緒に使ってアクエリアス全体としてイメージを
作ってこのテーマを回答いただくのはもうウェルカムです。はい、あ、今回新宿駅 の、 大きな航空間で、この施策を募集したいっていうところは、どういった意図で。新宿駅新宿駅ただのポスターとか動画とかではなく、っていう企画で、このアイデアを募集されたいと思われたきっかけであったり、こんな気持ちがあったよっていうところが教えていただきます。そうですね、ビジュアルとかこういわゆるその紙面媒体のグラフィックでもいいんですけども、なんか今回我々もそのいろんなまだアクエリアスがまあ今ご説明したような状況の中どういう可能性があるかっていうのを皆さんに一度なんかアイデアとして聞きたかったなってもありました。単純にこうビジュアルの絵だったりなんかコピーだけではなく、なんかこのすごく単純なテーマなんですけども、すごくこの消費者を動かすってすごく大きなことだったりするので、何かそのアイデアとして何かこう皆さんの視点からこの当たり前のテーマをこうこんな風なアプローチしたらこう消費者を動かせるんじゃないかみたいな、そういう思いもあるので、期待も込めてあえてプランニングの方を選ばせていただいてます。今回ターゲットが基本的に普段から運動されているけれども、なかなかこうわけです自分にはできていない方というところかと思うんですけれども、はい、今回のこう企画をするにあたって、なんとなくこうデモグラ的にここら辺のターゲットが取れるとこう、嬉しいなとか、なんとなくこう想定なものでもあればちょっとお伺いしたいなと思います。そこもですね、ちょっと社内でターゲットセットしようかって話もあったんですけども、あえて今してないです。すごくやっぱり運動する方の幅って実は広くって、さっき7割ぐらいとか定期的に話し合ったんですけど、本当に10代から70代までに 5歳刻みで見てもそうですね、こう波はあるんですけど、割ともう若い方10代いわゆる高校生中学生の方もありますし、もう本当に70代の方までも運動されているので、むしろ皆さんぐらい の、 働いてて忙しい20代後半30代の方っていうなると少し運動する率って下がるんですね。でそこは多分、よくやっぱ物理的に運動する時間がないとかしたいんだけどなかなか時間がっていう方なので、ちょっと減るっていうところがあるので、もしかしたらそこの立ちを動かすのは、どういうできるかね、20、30代とかあと40代の方っていうのはありますけども、基本的に運動されてる方のモチベーションは何歳でも運動すること楽しいんです、やっぱりちょっと健康のためもやりたいんです、やってることが自分にとっていいんですっていう気持ちはどこの層にもあるのかなと思うので、そこは逆にここをちょっと狙ってみようって皆さんの中で決めていただいて全然構わないです。田口と同じマーケティング本部で、いわゆる媒体担当をしている池田です。今日はお越しいただきありがとうございます。基本的に今日のオリエンテーションは田口の方でお話しさせていただいた通りなんですけれども、少しだけ今回応募していただくにあたって僕の方から説明をさせていただければと思います。いろいろな企業さん、マーケティングをするときにそれぞれのお考えでもってマーケティングされてますけれども、僕ら一つ大事にしているところとしては、どうやって消費者との接点作りをするかっていうところをですね、非常に考えながらやってます。で、自分が所属している部署名もですね、コネクションプランニング&メディアといって、ただ単純にメディア部みたいな名前じゃなく、コネクションプランニングという、平たく言えば、消費者との接点設計っていうのを、役割として、担わされている部署になります。で、そういう観点で、日々いろいろなブランドのキャンペーン作りっていうのをしているんですけれども、その時にいかにその適切なターゲットの人たちに対して適切なタイミングで適切なメッセージを伝えていくかっていうところを、ある種フィルターとして持ちながら、
キャンペーンを、評価し作っていってるっていうところがあるので、まあ、今回こういうふうに挙げさせていただいている通り、運動するときはやっぱりアクリレスを伸びたいっていう、アイデアを募集させていただくんですけども、まあ、そこの今申し上げたそのどういうターゲットを、どういうタイミングでどういうコミュニケーションで、企画を考えられたかっていうところが我々としてぜひ拝見させていただきたいポイントになりますので、そこが強いアイデアっていうのをですね、楽しみにお待ちしてますんで、どうぞよろしくお願いいたします。